15年より16年、16年より17年って感じで、いろんな意味で成長ができていることを本当に嬉しく思います。観客の動員もそうですし、観客で来ていただいた方の熱量もそうですし、やっぱりこの舞台を本当に自分たちが戦う舞台ということで、堀口教授以下、レナもカンナもこの舞台を愛してここで戦うことに、誇りとです、やっぱり自分の情熱を全てかけられる、そういう選手たちが過去の栄光にもちろん支えられた、ゴミ高野市ミルコンプロモーク高坂選手、こういうレジェンドたちの戦いもさることながら、やっぱりこの舞台から生み出せた、生まれてきた選手たちがね、自らの足で歩み出したな、そしてファンの心をつかみ出したなっていうことが実感できた、本当にそんな29日と31日でした。本当に全体的なことで言えば、できすぎなぐらいできすぎな、大会だったと思いますし、本当に選手に、そして選手の関係者に、こういう素晴らしい戦いを、格闘技の魅力って本当にこう、僕はもうたくさんの格闘技を見せていただいてるんで分かってるんですけど、初めて見た人にも本当に分かりやすく格闘技の魅力を伝えられる試合、感動して多くの人たちが試合の途中で涙をしている姿を、観客たち の姿を見てね、それが僕らの喜びだし、届いてるなっていう、そういう感覚が持てたことが本当に何よりの、僕らにとっての喜びであります。で、とにかく2年、2015年のスタートの時に、やっぱり石の上にも3年って日本のことわざにもありますけど、まず少なくても1回、2回、3回ぐらいは多分誰でもやれること、とにかく続けていくことの大変さと大切さを過去からも学んでるんですね。でこう過去の僕よくプライドの時の10回目の大会の時はどうだったかなって、プライドの時代の苦労と今の苦労を常にこう比べて、その時お客さんの集客の反応はどうだったのかなってことを常にこう振り返るようにしてるんですけど、本当にプライド10の時は西武ドームでアントニオ猪木がエグゼクティブプロデューサーとして西武ドームに現れて、本当に真夏の暑い中で、その日も神工業でした。桜庭が連続練習の最後ゴング間際にですね、肘を外す、アタックさせるっていうような形で勝って、ハイエンドレシーが石澤をノックアウトし、フランク、シャンブロンね、フランクじゃなくて、もう一人のシャンブロン、ケン・シャンブロンと藤田が戦って、ゴルゴムチャンチンと、エンセイ・ノイラがバンダレと、あれは、ガイメンさん、本当にいろんなことが詰まった素晴らしい大会でした。それにとちょうど同じ10回目の大会が29日でした。そして今日は11回目の大会でしたけど、本当にようやくそのプライドの時も10回ぐらいやって、世の中の皆さんに、認められつつあるな、そこからの爆発ってすごかったことを覚えてまして、2018年はライジンにとっても3年目、本当にここまで2年間で培ってきたものをもう5倍にも10倍にも一気に飛躍的にこう高みにですね向かって登っていきたいなと思っています。僕らにとって何が高みかって、選手たちは当然勝つことだと思いますし、自分の夢目標を達成していくことだと思うんですけど、やっぱりこのライジンという舞台が本当に盤石に、経済的な資金面においても、信用力においても、放送環境においても、そして人材、我々がこうやって一緒に皆さんと作り出しているものも、本当にうちのスタッフにも頭が下がるんですけど、少ない人数でやってるんですね。だからこういうところをきちっと、この場所が将来に向かって、きちっとこれから未来に続いていけるなっていう環境をこの1年で手に入れたいと、そう思っています。
あの世界中の人たちに外人というものの魅力が届けられた最終プレゼンが選手たちのおかげでいい形でできたなと、そう思っています。あの年明けから早速ですね、ここまでの11大会のレコードと、まあ、視聴率もテレビの視聴率も出ると思いますから、そういう視聴率も含めていろんな方々にこのライジンの本当に基礎となる資金面、信用力、そして放送環境、そしてワールドワイドに打って出るための人材の確保とか、そういう僕らのなくてはならない、ない力、組織としての力をですね、速やかに5月の大会以前にしっかり整えていけるようにしたいと、そう思っています。長くなりましたが、私から以上です。ありがとうございました。何か質問、はい。